どうも高井です。今回ね、本を買って読むことは時間にね投資をして、まあ、時間をね買っていることですよっていう話をしたいんですけど、どういうことかっていうと、まあ、これをね会社から自宅の時間が1時間、まあ、くらいをね想定して話をしたいんですけど、まあ、まず先にちょっと批判的な話をすると、まず自宅から5分のうちにとかね、そういう短い距離にしてしまえば、俺はすでに時間を買っているって言えてしまうので、そういう人にはちょっと勘弁してもらいたいわけですよ。そうでなくて、あえて安い家賃のとこで遠い距離で住んでる人に話したいわけなんですけど、約1時間の通勤時間で、まあ徒歩だとしますよ、あえて。でそういう時に、まあ、お金よりも時間を優先してる人っていうのは、まあ、そういう手段を選ばないけど、まず時間よりもお金が大事だっていう人にとっては、まず本を買うことって苦痛なわけですよ。だってお金払うしね、貯金できないし。だから貯金志向の人にとってはおそらく本を買うってことはしないわけですよ。だからおそらくいつも大通りとかを歩いていくわけですね、1時間ぶっ通して。だけどここで本を買って、まあ、地図とかも買ってみたとするじゃないですか。そうすると今まで歩いてた大通りよりも、なんだろうな、こう自分自身知らないような街の路地、狭い路地とかね、より会社への最短距離が分かるわけじゃないですか。だからそこそ挑戦してみる、まあ休日になるかもしれないし、ぶつけ本番で行くかもしれないけど、でそうすることによって最短距離歩いて、もしかしたら30分で行けちゃうかもしれないじゃないですか。すごいこう曲がりくねった角があったとして、こうまっすぐに斜めに突っ切れちゃうとか、まあそんな極端な話をしたいわけでもないんですけど、そうやってより効率的に行けるルートを見つけて、まあ30分で行けるようになってしまったら、1時間で行ってたけど30分で行けるようになってしまったら、あなたのね有効に使える時間が1日30分増えたってことなんですよ。でその30分に対して価値があるかないかって考えてしまうと、まあいくら30分減ったとしても会社で働いてお給料にならなかったら30分なんて価値ねえよって思っちゃう人が大半だと思うんですよね。だけど、まあ、本とか買って知識を読んで知識とか得るっていう、その時間に投資をできないっていう時点で、おそらく将来的な知識量にね凄まじい差がついてるんじゃないかと私は思うので、もしね時間にね投資をしたいなっていう人は本買って読んだ方が多分いいと思うんですよ。だけど時間よりも金だろうと、そういう金金金って思考の人がであれば、まあ本買うよりも貯金してた方がいいと思うので、私は読書をそういう人に勧めないので、一度ね時間にね投資をして、いかに自分自身の付加価値を上げていくかってことを考えている人にとって、本を買って読むってことはすごい重要なことなので、以上そういうことやってみてください。まあ、それくらいかな。それ以上のことで本を読もうってことは今の段階ではちょっとなって思うんで、それでは。